こんにちは白井ミュージックの白井と清水です白井ミュージックの youtube チャンネルでは主にドラムを中心とした楽器の紹介や解説ドラムトークの配信などを行っております音楽楽器ドラムが好きな方はぜひぜひチャンネル登録お願いします今回ご紹介するのはこちらタマ、えー、のですねスターリザーブスネアドラムソリッドジャパニーズセダー14インチ×け6インチ リミテッドプロダクトということで限定ですね、うんえー、ソリッドつまり、えっと、短版のスネアでジャパニーズセダー日本の杉ですねでこのちょっとね茶色い焦げ茶っぽい感じ焦げ茶焦げ焦げでございます。 でですね今回このスネアドラムもうすでに、えー、オーナーナが決ままっておりますで、えー、そのオーナーさんからですね、まあ、動画作るんだったらあの全然これで作ってもらっていいですよということで、えー、これで作ることにしましたが、えー、白ラミュージックではもうこれソルドアウトです、えー、リミテッドモデルなので、まあ、日本にあるねドラム専門店などにこのスネア入っていると思います、えー、この動画見てですね気になったなと思ったらもうそちらでお買い上げいただいてだけどあ そういう情報いろいろあるんだったら白井ミュージックのこの YouTube のねメンバーシップに入って、えー、ドラムコミュニティのサポーターになろうというねで、えー、もありますのでぜひぜひよろしくお願いしますさあこちらのスネアの、えー、メーカーの紹介文を読んでいこうと思いますスターリザーブ T-L-J-C 一四六ハイフン B-O-C はドラムシェルとしては珍しい 日本産の杉短板材を採用した限定スネアドラムです建材や家具、工芸品と幅広い用途で使われる杉材は軽く柔らかい性質でサウンド特性としては甘くファットなトーンが特徴ですこのモデルでは杉材を8ミリ厚の短パンシェルに成形し シェル内面の上下エッジ部分に同じ材を使ったサウンドフォーカスリングを装着することで短板シェルの持つ優れた振動特性を損なうことなくシェルの剛性を高め素早い音の立ち上がりを実現しましたシェル外側には熟練の職人の手による焼き加工と日本の伝統的な木工技術であるうずくり加工を施すことで木目が浮き出た 立体的で美しい外観に仕上げましたということでこう磨いてるんですよねこの焼いてから磨いているこのうつくりえかっこいいですねでこの8ミリのソリッドジャパニーズセダーシェル、えー、軽いから、えー、軽さと価格っていうののバランスって難しくなるんですよ軽いとね値段があんまりこう高級感っていうのが削がれる場合があるんですね。 例えば他のドラムとか見ていても軽めのシェルのものっていうのは比較的安価なものが割合として多いので今回定価がえと税抜き16万円税込み17万6千円というメーカーカ小売価格を出しています高価格で軽いシェルを出しているというのはですねなかなか挑戦的でいいなと思います。甘くファットなトなーーンといいう話がが出ていましたススプルースも 例えばこうクラシックギターの表板にスプルースが使われるのと同じように杉も使われてたりするんですけれども、えー、ギターの表板に使えるような上品な響きの材だなという印象はあるんですけれども実際のところどうでしょうかあとですねパーツとして、えー、スタークラシックベルブラススネアワイヤー、ねえー、ブラスのスネアワイヤーを使っていたりあとはマイティーフープですね。とこのフープがですねカスタマイズド ブラスマイティーフープ八補、えー、欠なんですけれども、えー、このねエッジ部分をを少しし削りり落としたっってていうね、えー、絶妙なフープを使っておりますあとこのねスターシリーズ独特のこのエッジですねちょっと内側に入ってこう滑らかにこう落ちていく、えー、この感じとかもですね非常にちょっと僕がさっき叩いた感じですと、えー、上品かつファットなサウンドでした。 では皆さんもちょっと音を聞いていただきたいと思いますどうぞ はいではローピッチにチューニングしてみました、えー、軽いシェルでどれぐらいローを引っ張れるのかなというのが気になっていたんですけれどもコ、えーテとアンバサダーにちょっとミュートするだけで、えー、ローピッチでもこれだけの音が出るということで感動しましたではちょっと聞いてみてください それではがっつりハイピッチにしてみました。えー、かなりドライな、えー、こうね DK 音のこう減衰がですね、スタンってこう綺麗に、えー、下がっていく感じがわかると思います。では聞いてみてください。 というわけで,で、えー、とこのです、ね、バットのところですねここをちょっと改良点がありましてちょっと見てほしいんですけどちょっとすねを裏返しますね緩めるとはい、えー、簡単に外せますいやーこれはね嬉しいですよあのー、ネジがねあれあれってならない <laughs> あとこのなんていうのかな あんまりこうネジの近くに紐があるとこのネジが紐を切っちゃうので基本的にはこのネジの位置とかもですねこう微調整したいんですよ。それがですねこの感じだったらかなりしやすいと思いますね。はい、ということでいかかがだったでしょうかまあ限定かつ白井ミュージックではすでにもう売り切れ <laughs> ということなので。 なかなかね、えー、手に入れるっていうのはですねなんか難しいかもしれませんがもし見つけた方はですねこの、えー、作り方ですねのスネアこれが人気が出ると何がいいかっていうといいいっぱい切っっぱ切ててくんねね。かなーって思いますよ、ね、僕も花粉症やばくて、えー、なので、えー、スギが有効に活用されてですねスネアドラムに変わっていくと嬉しいなと、えー、僕の全然詳しくないあの。 ざっくりととしした感想としては思いますもしですね、えー、その過ぎ切っても花粉症全然関係ないですよっていうようなこととかですね、えー、教えてくれる方いたらぜひあのコメントの方ですね、えー、有識者の方よろしくお願いします。ということで今回ご紹介したのはスターリザーブの「ジャパニーズ・セダー、えー、スネアドラム」でしたシーランミュージックの白井利光でした